幼稚園と保育所の機能を併せ持つ認定こども園をめぐっては、来年4月からこれまで幼稚園部分と保育所部分にそれぞれ支払われていた補助金が一元化されます。大規模なこども園ほど補助金が減額されてしまうため、認定を返上する動きが出ていました。政府は今日、こども園が大幅な減収にならないよう補助金を増額する方針を示しました。